今日は普通に行くぜ。てーってーってーってぃーってーってぃ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 ーっシぃーって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 ぃーー そータッチね,全く,ね、うん、全くもって興味ないんだよねうん全くもって興味ない本当にね,ね見ててもね1ミリたりとも面白いとは思わないのねだからなんか芸能人誰と誰が付き合ったもそうだしあの芸能人の不倫のニュースとかさあってさでそういうのがさこう1回こうなんつの バーンと大きいニュースで出ちゃうとさ、どのチャンネルもそうなるじゃないもう、うんざりだよね。うんざり。うん。でね、なんで、あの、人間ってこういうのが好きなのかなって不思議に思って、そうだね、ちょっと調べたんでございますよ。うん。だから、人間って、あのね、本能的に、DNA 的に、その人を叩くのが、 好きの生物らしいです、うん、そうなんですよ。でその調べたことをねあの皆様に、えー、今日はねお伝えしていくんですけれどもじゃあなんでその叩くことが好きだったりとかそのなんだろう自分とはさあの関係ない人じゃんはっきり言って芸能人赤の他人じゃん。それが不倫しようが、うん、はっきり言って自分には何の別に 害もなないいいのににすごい必要以上に叩くじゃないで俺はすごいそれは不思議に思っててでもちゃんとした理由があったんでございますよ。うん,うん、うん、人間ってまあこう昔のもうそれこそ縄文時代とかさ弥生時代みたいな相当前のさまだ人類がこう,うまだそんなに歴史がない時代から、うん、文明とかができ始めた時から。 人間って集団生活をしてました。うんうん。縄文時代からもね。もう人間っていう生物たちはみんな集団生活をしてたわけよ。村みたいなのがあったわけよ。うんうん。で、当然、あのー、自分らの村をより良くしたいってみんな思うのはそれは普通のことじゃない。うん。だから、中に変なやつがいたり、 ルール違反をする奴がいたら、排除しようとする DNA が組み込まれてるんだって。だから、あのー、例えばその、まあ、不倫っていわばルール違反じゃん。うん。やっちゃいけないよってことをやった奴らじゃない。だから、それに対して、それを排除しようとする DNA が動くんだって。だから、自分に、あのー、 害がない赤の他人だとしても人間っていう意味ではみんな繋がってるわけじゃない。人類って意味では。だから、その集団の中で、そのルール違反をしたやつは排除しようとして攻撃をするんだってさ。うーん、そういうことなの。じゃあなんでソータは、あの、<laughs> 全然興味がないし、なんか、 でめらがなんかきかってしようがお、お前らが死ぬが別に俺悲しまねえよっていうみたいな冷たい人間なのかなって思ったんだけど多分僕はあのー、なんだろうなその集団っていう僕の場合はねその集団っていうそのくくりがすごい小さいくくりなんだと思うんだようんだからよくよく考えたら自分の大切な友達がじゃあ 不倫じゃないいにししても悪いこととをやったとしますうん。そうしたら、俺本気で怒るもんね、やっぱりね。うん。そんなことしちゃダメだろって。うん。で、自分の、じゃあ、大切な嫁さんができました、彼女ができましたって言ったら、あそこは真剣にこうね、ぶつかったりしますもんね。うん。だから、その、俺は、 あのその芸能人だったりとか赤の他人に対してはもう自分の仲間と思ってないんで、ね、集団の,の,その自分の村の中の人と思ってないんだろうねだからあの全く興味がないのかなって自分で推測してみました。うん、で、えー、みんなが多分こうゴシップ好きだったりするのはその昔からので n a のその。 村の中のルール違反するやつを排除しようとする DNA の働きによるものでそういうふうになるんだと、えー、僕が見た、えー、論文だと書いておりました。はあ、い。うん。<laughs> ゴシップね好きな人多いよね。うん 俺全く興味ないな。それ見るんだったらお笑い見てたりとか、うん。音楽聴いてた方が全然幸せ。うんえ。なんかドロドロしてるの見てても全然、うん。気持ちが明るくなれないじゃないうん。俺はハッピーエンドが大好きな人だからね。うんうん。まあそういうことでございました。えー。 ね、少しでも皆様のね、あのー、知恵にしていただければと思います。じゃあ一緒に転がってこうぜ。